この動画では実際にアドリブを使う時の手順と、もっとリボ払いをご活用いただくためにオンラインサービスでできることをご紹介します。まずはオンラインサービスにログイン。最初にログインボタンをクリック。オンラインサービスに未登録の方は新規登録を行ってください。オンラインサービスにログインしたら、カードのご利用状況をクリック。次の画面のアトリボを利用するボタンまで進んでください。ここでアトリボを利用するボタンをクリックすると、アトリボ利用申し込み画面が開きます。明細書にあるご利用分をリボ払いに変更したいときは、請求確定分を、まだ請求されていないご利用分をリボ払いに変更したいときは、請求未確定分を選択してください。リボ払いに変更したいご利用分をチェックし、次へをクリック。チェックしたご利用分の合計金額が表示されます。お申し込みボタンをクリックするとお手続きが完了しますので、変更したいときは戻るをクリックしてください。お申し込みボタンをクリックする前に注意同意事項を必ずご確認ください。よろしければお申し込みボタンをクリック。これでアトリボ申し込み手続きは完了です。翌日お申し込み完了の E メールが届きます。次にもっとリボ払いを活用していただくために、オンラインサービスでできることを3つご紹介します。カードのご利用状況ページにある各種変更を申し込むボタンをクリックすると、変更申し込み画面が開きます。このページではもっと便利にリボ払いをご利用いただけるよう、登録内容の変更ができます。ここから今後のご利用に備えてリボ払いご利用可能枠の増額申し込みができます。またアトリボからカードのご利用金額によって自動的にリボ払いになる自動リボプランへの変更が行えます。次にリボをご利用いただいた後のお支払い金額についてもオンラインサービスから変更できます。リボ残高の増額返済、一括返済はオンラインサービスへログイン後、トップページからお申し込みができます。お申し込みはご請求金額確定後から所定の期間のみ行うことができます。ご紹介しましたアトリボのご利用手順やオンラインサービスでできることの詳細はペイフレックスの専用サイトでご確認いただけます。これでサービスのご紹介は終了です。アメリカンエキスプレスの便利なお支払いサービス、ペイフレックスアトリボを日々の暮らしにお役立てください。